朝ヒーローインタビューです。放送席そしてヤフオクドームの皆さん、延長11回決勝タイムリーヒット中田翔選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。あの場面振り返ってください。11回稲葉選手が歩いてワンアウトランナー1、3塁、相手は千賀投手でした。どんな狙いを持って打席に入りましたか？いや、まあ本当にそれまでのね、打席チームに貢献できてなかったので、まあなんとか打つんだったらここしかないかなと、まあそのぐらい気持ちで打席立ちました。初球のストレートを見送って、そして2球目フォークでしたかね、変化球を打っていきました。狙い通りだったんでしょうか？いや、もう狙ってはないですね。もう反応で打てたと思います。はい、その打った打球が今日初めてのヒットになりました。あの瞬間いかがでした？まあそうですね、まあ素直に嬉しかったです。はい、先ほどの話にもありましたが、今日は勝つチャンスがあった中で、中田選手もなかなかヒットが出ない中、どんな風にプレーして、どんな風に感じてましたか？いや、やっぱ貢献できてなかったんでね、まあ、すごく悔しい思いもありましたし、チャンスを潰してしまう場面もやっぱりあったので、まあ、チャンスでね、打ちたいなという気持ちはずっと持ってましたけどね。まあ、その中での一番いい場面での人でしたね。そうですね、本当いいところに転がってくれたと思います。今日は4試合ぶりに守りにもつきました。足の状態、体の状態いかがですか？はい、全然大丈夫です。チームとしては開幕戦以来の勝ち越し、いわゆる貯金が一つになりました。ここについては中田さんどう感じてます？いや、まだまだね、チーム本来の力を出してないと思うので、やっぱもっともっとこうチームとね、ファンの皆さんが一つになって、どんどん勝っていきたいなと思います。そうは言ってもここ14試合でも12勝2敗ですよ。結果がすごく出てますけれども、この勝っている要因というのは中田さんどう感じてますか？どうなんですかね、まあ、もちろんファンの皆さんの、ね、声援もありますけど、本当にいい雰囲気で、やれているので、まあ、それは勝っている要因かなと思います。さあ、まだまだこの後追い上げていこうと思いますが、ファンに向けて一言お願いします。はい、まあ、本当にこれからね、ファンの皆さんの力を借りつつ、もっともっと勝っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。延長11回決勝タイムリーヒット中田翔選手でした。5時間を超えるゲームということで、だいぶお客さんもね、ファイターズファンも頑張って残っている方もね、いらっしゃいましたが、